スマカの初恋、覚えていますか？皆さんこんにちは、カーダです。今日はこちらのゲームをプレイしていきます。どうしよっかな。こうやってフルネームを求められるとは思わなかったから、まあだ名はカーダでいいんですけど、よし、こういう恋愛ゲームでね、たまに使う名前、圧力釜の飯くんでいきましょう。誕生日はリアルの3月22。さあそれではスマカのスタートです。誰かが俺を呼んでいる。この懐かしい声は、コッコーは花の井高校ん？どこだ？どこから声がしているんだ？声がはっきり聞こえてきた。コッコーか？お前は、おお、ちゃんと動く。ゆい、嬉しい、やっと見つけてくれたんだね。ああ、ボイスもついてる、嬉しい。きっとあなたなら見つけてくれると思ってた。どうして俺を呼んだんだ？どうしてもあなたに会いたかったから。あ、ありがとうございます。じゃあちょっとデート行こう。どこ行く？スタバ？本当に？これはもしかして夢なのか？で、いいところで目が覚めるんでしょ？これは、まさか。大事なところを言わない。え？なんだ？よく聞こえない。うわあ。なんだ？あー、目が覚めちゃった。うわあ。ベッドから落ちちゃったやつね。豚の貯金箱かわいい、この右側の。なんだ、夢か。いい部屋住んでんな。覚めてほしくない夢だった。もう朝だ。早く学校に行く準備をしないと。登校準備。平日の朝になると登校準備画面になります。自分の状態確認、ルーンの強化、ルーン？そしてアイテム使用を行うことで、これから起こるイベントにアイテムの効果を及ぼすことができます。準備完了後、学校へボタンを押すと学校に移動することになります。ログボだ。連続出席。今日は高校の入学式だ。さて、ルーンの強化とかなんかいろいろあったけども、お知らせ。おお、ガチャがあるぞ。学校ユニフォーム。おお、これはヒロインの子たちが衣装が変わるのか。嬉しい設定だね。ログインボーナスありがとう。音声ガン上げですよね。状態の確認。なるほど。文系、理系、芸術、運動、雑学、容姿、忍耐、これらのなんかトレーニングがあって、どんどんレベルを上げていくって感じか。ステータスは自分のステータスの確認およびゲーム進行に役立つルーンの購入と強化を進めることができます。ルーンスペースをダブルクリックするか、下の段の購入ボタンをクリックしてルーンを購入することができます。ルーンを保有した状態でルーンをダブルクリックするか、下の段の強化ボタンをクリックしてルーンを強化させることができます。ルーン強化には強化先プラスファリンが必要です。補助剤を使用すると強化成功確率が上げることができます。バイオボタンをクリックすると今日のバイオリズムを確認することができます。ノーベル文学賞、三角フラスコ、ゴッホ、オリンピック、ゴールデンベル、オートクチュール。あー、でも容姿あげたいっすね。とりあえず全部買ってはみたが、魔法のフォーリンショップ。おー、ルビーを消費していろいろ買うことが。夏服、夏の体操服欲しいぞ、それは。メイド服。しかも各キャラちょっとディティールが違うじゃないか。くそー、やってくれやがるぜ。とりあえず学校行きましょうか。さ、いよいよ入学式だ。鍵がしっかりしてんな。これダブルでついてる、すごい。セキュリティしっかりしてる、いいとこ住んでる。これから3年間俺にどんなことが待っているんだろう。この校門の前に立っていると、
不安と期待が交互に襲ってくる。校門というかドアだけどな。マイハウスのドアだけどな。俺としたことが、まだ高校生活が始まってもいないのに感傷に浸ってしまった。さあ始まりの第一歩だ。でここで、あ、 NHK でーすって来て出花をくじかれるとかないですか。なかった、よかった。天気がいいな。爽やかな春の風が吹いている。中学の時も毎日通っていた道なのに、高校の制服を着ているせいかすごく新鮮に感じるもんだな。今までは目に留まらなかった花の意向の生徒も目につくし、俺が花の意向の生徒になったからだろうか。ここが今日から俺が通う学校か。俺より後ろの順位のやつは10人もいないくらいギリギリ合格だったんだけど、ギリギリだろうと合格は合格だ。たとえ入学試験の順位は底辺だったとしても、卒業するまでにトップになってやる。野心いいぞ。ちょっと言ってみたかったんだ、こういうセリフ。さあ入ろ、今日から俺も高校生だ。あれ、いつの間にか周りに誰もいなくなってるぞ。学校を探索するのに夢中になりすぎた。もうすぐ入学式が始まるのに、行動はどこだ。こっちだな。そろそろ誰かとぶつかって、フラグ立つかな。へえ、ここが行動か。裕福な学校だって聞いてるけど、行動も広いな。生徒たちもみんな自信に満ち溢れている感じだ。さあ何月まで続くかな、その顔が。4月中はね、エネルギーに溢れてるけども、5月からなパターンをいくつも見てきたぞ。なんだか一般庶民の俺は場違いな気がしてきたな。ダメだ、男は度胸だ、女は愛嬌。そんな言葉があってない。俺だってちゃんと入試に受かっているんだ。今さらビビってどうする。ポジティブに行こう、ポジティブに。おっと、そろそろ始まるな。ポチ。校長先生より歓迎の辞がございます。8時間続くんでしょ、校長先生の話。花の意向等学校の、新入生諸君、諸君の入学を心からお祝い申し上げます。本日は好天に恵まれ、諸君の入学を天気も祝福しているかのようで、そして今日という記念すべき日にこの場にお集まりか略。さすがにね、疲れてきたでしょ、俺もみんなも。なんで校長先生って話が長いんだろう。校長の話よりも俺は正直、あの来賓のね、なんかやどっかの役員の祝辞とか、あのあたりの方がどうでもよかったな。本当ね、生徒たちにとってはどうでもいいからね、ああいうのって。ん？何の音だ？グーグー。おお、こいつか。なんという豪胆さ。こんな状況でいびきをかきながら寝られるなんて、大物だな。ね、幅的にも大物だね。こいつがあれかな、悪友ポジションになって、いろんなね、女の子とのやりとりの手助けをしてくれるのかな。放っておこう。最後に、ようやく終わるのか。花の意向等学校で諸君の夢が実現することを願ってやみません。パチ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 。おい、誰か書き上げ上げてんぞ。拍手だって。長かった。続いて生徒会長より歓迎の辞がございます。美少女か、美少女生徒会長か、生徒会長の歓迎の辞。疲れた、俺も眠くなってきた。暖かな春の風とともに
女の子だ。本日、私たちは花の井高等学校の入学式を迎えることとなりました。真島？本日は私たち新入生のためにこのような立派な入学式を行っていただき、あ、これは新入生のあれか、大変感謝しております。てっきり生徒会長が先輩方が守ってこられた花の井高等学校の生徒となり、ね、生徒会長が美少女で主人公の幼馴染の姉ちゃんでとか、そんな流れを予想したけど、励んでいけることを心から楽しみにしておりました。先ほど先輩による歓迎の辞にもありましたように、花の井高等学校の生徒として胸を張れるように3年間を、確かに胸張ってますねすいません。そして新入生の皆さん、これから私たちは共に学び共に成長していく仲間となります。高校生活が楽しいものとなるよう一緒に頑張りましょう。新入生代表、真島由衣。うわー、パチ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 さっきの拍手より数段すごいぞ。さすが真島由衣、この学校を志望しているって話は聞いていたけど、新入生代表ってことは首席合格かな。新入生代表だったのか。今の俺とは天と地の差だな。でも、お、なんだ、ん、おお、モブ起きた。こいつさっきまでグーグーいびきをかいて寝てたやつ。そなた、ん、俺、さよ、新入生代表の女子生徒とはどのような関係ですかな。ん、関係って特別なことは何も拙者を騙すようなことはしないでいただきたい。あの少女の名前を呼び非常に驚いておりましたな。拙者この目ではっきりと目撃したでござる。中学の同級生で家が近所。ほう、実に面白いですな。友よ、いつの間に友になったのそなたが知っているあの子についての全ての情報を拙者に渡すことはできますかな。できません。もろちんただでとは申さぬ。拙者はそれにふさわしいサービスをするつもりでござる。ん？サービス？なんだそれ。うん、あ、名前は真島由衣。容姿端麗、成績優秀。それだけですかな。あ、実は俺もそんなに詳しくはないんだ。この役立たずめ、見ればわかる情報で拙者と交渉をするつもりか。俺がいつ交渉するなんて言ったんだ。もういい、拙者が自ら明らかにしてくれようぞ。なんだこいつ、主人公よりもやけにイケボだし。何のために明らかにするんだ拙者ガールズプロフェッサー川本たすけ。ガールズプロフェッサーとして自分の通う学校の女子生徒について知らない情報があることは耐え難い。すでにこの学校の女子生徒の情報の 67% は握っているでござる。入学したてでしょ来月中には 100% を達成してみせようぞ。覚えておくがいい。うわー、すごい自信だな、ドン引き。そしてこいつはちょっとやばいやつだな。大丈夫、ちょっとどころじゃないよ。これから女子生徒について知りたいことがあったら聞くがよい。今日隣に座った縁で卒業まで女子生徒についての情報をサービスすることにしますぞやはり悪友ポジ。もちろん有料の情報はサービスしないでござるがな。もうほとんど残っていないな。有料の情報って何なんだ。ほとんど残ってないって一体何が。少し気になるけど聞いたらダメな気がする。ここは自然に聞き流そう。あ、そうか、頼むかどうかはともかく気持ちはありがたく受け取っておく。入学式が終わり、講堂から出る途中で誰かとぶつかった。お、ゆいちゃん。あ、ごめん。ゆい、あれ、あなたはじゃない？じゃない
ああ、そうだよ。あなたも花の井高校志望だったんだね。全然知らなかったよ。あ、そうか。なんて話そうか。うわあ。一番下は良くないだろうね。お前を追ってここまで来たんだ。これはね、やりすぎだろうけども、あえて行きましょう。お前がこの学校を志望するって聞いたから、俺も出願したんだ。って言いたいけど、言わないんかーい。まだそんな勇気がない。え？何か言った？あ、いや、お前は怪我してないかな？ああ、大丈夫だよ。あ、そうか、よかった。ごめんね、もう行かなくちゃ。先生に呼ばれてるから。ごめんね、今度また話そうね。お、今度と言ってもらえた。やったね。さあ、これで1日が終わると。22時になると1日の活動を終了します。めっちゃ健康的な早寝。ね、22時から AM2 時まではシンデレラタイムといってね、そのね、お肌の生まれ変わりの時間なんで、そこの睡眠は非常に大事ですよ。うん。夢の中へボタンを押すと、次の日の朝8時に進みます。すげー、しっかりと睡眠時間取ってる。えらい。今日もあっという間に終わったな。今日は入学初日だったから、何もかも新鮮で落ち着かなかった。これからどんな日が待っているんだろう。まあ、今考えたところで何もわからないよな。早く寝よう。夢の中へ行ってみたいと思いませんか？今日はチューズデーだ。遅刻しそうだ。早く学校に行こう。で、ここでレベル上げとかはできるんだろうけども、まだそういうこともできないので、おお、アチーブメント。深夜学校マニア、なんだ？スマホマニア。おお、これはちょっと楽しみだぞ。特集アイテム。スマートフォンホーム。スマートフォンでは電話をかけてヒロインと週末デートの約束をしたり、フォーリントークでヒロインと簡単な会話を交わすことができます。ギャラリーではヒロインとの思い出をイラストで振り返ることができます。今週のデートスケジュールではヒロインとのデート日程が表示されます。もしデートをキャンセルしたいときには、該当するデートの日程をしてデートをキャンセルすることができます。いやー、そこはもうドタキャンしようぜ。ひどいひどい。で、まだね、フォーリントークできる相手もいないと思うので、うん。ヒロインのフォーリントークアイコンを押すと、当該ヒロインとフォーリントークを楽しめる1対1のチャットルームに移動します。進行状態によって異なる表示がされる話題を選択して対話を楽しむことができます。話題選択の際、ヒロインとの関係とバイオリズムによって、バイオリズムを関係するのか、彼女のドキドキ度や昇進度、そして好感度、経験値が変化します。単にいい選択肢を選ぶだけじゃなく、バイオリズム、そういう調子も作用してくると。遅れないよう早く学校に行こう。おお、自己開発コマンド。学校では自分の特定の能力値を上げられる自己開発コマンドを実行することができます。そうだ、俺は文学少年だ。自己開発コマンドを選択すると、実行時に予想される能力値の変化を確認することができます。下段の OK ボタンを押すとコマンドを実行することができます。コマンドで修行すると、バッド、ノーマル、グッド、エクセレントの中からの中から結果が一つ出ます。結果の段階によって能力値の変化量が異なります。何こ、行こうかな。ファッション行こう。グッド、いいね。見た目は大切だよな。わあ、めっちゃいい衣装出たね今。休み時間だ。このアニオタメ、てん、びっくりした。拙者の名前は川本たすけ。もう覚えただろ、友よ。もちろん覚えたぞ、友よ。友になることは享受したんだ。あ、思わず喋り方を真似してしまった。実はだ、友よ。入学式の時に女子生徒たちについて教えてやると言ったのを覚えておりますかな？そういえば、そんなことも言っていたな。もう女子生徒たちの情報は十分に収集したがゆえ、気になることがあればいつでも聞くでござる。拙者を訪れるときは昼休みがありがたいですな。わかった、友よ。情報を頼みに行くことなんてあるかわからないが、そうだ、サービスとして
良い情報を一つ与えて信ぜよう。良い情報？入学式でそなたが切ない顔で見つめていた新入生代表の真島殿の電話番号でござる。個人情報。真島の電話番号？わかりやすい反応が返ってきましたな。この情報さえあればそなたは彼女に電話をかけてデートのお誘いができるのだ。仲良くなればさらに彼女から電話やメールが来る場合もあるだろう。ありがとう友よ。ガールズプロフェッサー川本タスケ。恋人がいない寂しい男たちの友川本タスケ。でもこれヒロインとくっついちゃったらこいつとは絶縁ってことか。忘れないでいただけることを願い拙者は行くでござる。今度情報を頼むと思うから。予期せずユイの電話番号をゲットしてしまった。これから女の子たちについて気になることがあれば昼休みに川本に会いに行けばいいのか。いやでもさ、相手からしたらさ、え、誰、何々くんってみたいな、なんで私の番号知ってんのってさ、とんでもないね、びっくりされると思うけど。学校生活を終えると16時になります。自宅へボタンを押すと下校することになります。今日の授業が終わった。真島優衣に会いに行くことできる？ヒロインについての詳細画面です。シナリオの進行状況確認、衣装購入および着替え、プレゼントする、子守歌を聴く、何それ聞きたいなどの進行が可能であり、プロフィールおよびバイオリズムの確認も可能です。子守歌でもまだ聞けないかな、さすがに聞ける。あ、じゃあこれ画面横にして。眠いんだけど。あ、やめてよ。はあ。ちょっと、いいゲームですね。どうしたの？こうやって一緒に寝ることができると、思わず顔を横にしちゃうね。どうしたの？歌聞きたいの？これで。いいよ。おお。なるほど、ただじゃなかった。でも子守歌券ってのもあるから、そのアイテムをゲットしたらそれで聞くことも可能と。こんにちは。とりあえず自宅へ帰り、平日の夕方または週末の午前夜には自己開発以外に特殊コマンドである外出、深夜学校、バイトを進めることができます。おお。特殊コマンドを通じてアイテムおよびフォーリンを得ることができます。また適切な特殊コマンドを使用することでより多様なタイプに自分を成長させることができます。どういうタイプにしたらいいんだろうね。まずは鍛える方がいいかな。肉体を鍛えることも大事だ。筋肉は裏切らない。もう夜か。時間が過ぎるのは早いな。はあ、疲れたな。寝よ。バイオリズム。おお。じゃあ神秘と完成形が今日はいいってことだね。電話してみる？ヒロインアイコンを押すと電話かけてデートを申し込むことができます。無理でしょう。まだヒロインと一緒に行きたいデート場所を選択した後、申請ボタンを押すとヒロインの状態と場所に対する好感度からデートの申し込みの成否が判定されます。行動力はまだ余ってるから一応やってみっか。もしもし。もしもし。俺、圧力だけど。え？どうしたの？実は痛点なんだ。まあ繁華街ぐらいにしとこう。よかったら今週末俺と繁華街に行かねえか？うん、ちょっと待ってて。予定を確認する。割と乗り気ですね。今週末なら大丈夫だよ。よし、やった。遅刻はダメだからね。モロチン絶対遅刻しないから。わかった、じゃあね。よし、マジマドデートだ。ちょろいなこいつ。びっくりしたぜ。さあとりあえず今日は寝ましょう。おやすみなさい。